ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय आविराविर्मयेहि रुद्रायत्ते दक्षिणमुखं तेन मां पाहि नित्यम्। 神様、非存在から存在へ導いてください。無知の暗闇から知識の光へ導いてください。死から不死へ導いてください。神様、あなたは我々の中にお入りください。あなたの優しい顔で我々を守ってください。ॐ शान्ति 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 हरि ॐ। 오음 शान्ति 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 हरि ॐ। どこから13章の始めから。バゴバギター13章の1節、はい、始めからです。13章の1節から、はい、1節から10までどうぞ。初めにこの表紙の वसुदेवासुतं देवं कंसजानुरमर्दनं देवके परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। त्रयोदशाध्यायक्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग युग अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्राज्ञमेव च एतद् विदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतद् यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापिमं विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं याच यादृक् च यद्विकारी यतश्च च स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासे न मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्रापदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिराव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचरः।
Icchha dvesha sukhaṁ dukkhaṁ saṅghātaś cetanā dhṛtiḥ etat kṣetraṁ samāsena savikāraṁ udāritam amānityam adambhittam ahiṃsā kṣāntirārjavam ācāryopāsanaṁ śaucaṁ sthairyam ātmā vinigraha indriyārtheṣu vairāgyam anahaṅkāra eva ca janma mṛtyu jarā vyādhi dukkha doṣānudarśanam asaktiranabhiṣaṅgā putradhāra grihādiṣu nityañca samacittattam iṣṭā niṣṭopapattiṣu mayi ca nanya yogena bhaktirabhyabhicārini vivikta deśa sevittam aratir jana saṃsadi. Okay, Asako-san, Asako-san どこ? どうぞ読んでください。一節から五。はい、梶島が申します。キラクリと風車について、そしてどうかの認識者テーマについて、これら人間が知るべきか、私はぜひ学びたいです。経営者は梶島様、思考者が答えられます。コミュニケーションの人は、アリスナの、この肉体が、と呼ばれるべきものであり、そのことを知る人が、知る人こそが、ダメ認識が起こるのです。バーラタオルの子孫、アリスナの、私こそがあらゆる肉体の中に存在する認識者、経験者であることを知りなさい。そして、が肉体と我の認識者、霊魂の両方を知ることが真の知識だったというのが私の考えです。さて、我とは何か、どのような性質を持ち、どんな変化をし、どこから生じるのか、どうなるのか、そして我の認識者は誰で、どんな力を持っているのかなどについて簡単に説明するのでよくご覧ください。このことは人や参加の多くの政権者たちによって得られており、ブラフマススープやベーダンダ協定においても説得力を持って理を整然と説かれています。5大要素、地、水、火、風、空、画念、理解力、気、非権限の活力、十方、肉体感覚、心、五感の対象、色、性、香味、触など、また欲望、憎悪、気楽、皮膚、身体の初期の知力、意志力などは肉体に関するさまざまなことが簡潔に書かれている。虚栄、謙虚、虚栄、家を払うこと、非暴力、忍耐、正直、正しい支援の方針、清潔、権任、不罰、自制心など、欲望の対象から心を離すこと、我執をなくすこと、性の病気を苦とみなし、その本質を極めること、あらゆる事物に執着しないこと、妻子や家庭に対する愛着をしていること、愉快なこと、不愉快なことになっても、常に心を平静に保っていること、思考者、私から決して心を離さず、世俗を離れて静かなところに同居し、世俗界の人々とは無益な交際をしないこと、己の本性を悟ろうと常に努力すること、真の知識の究極の目的は何でしょうか。
皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。これ前発表しました。今月から2ヶ月1回ウポニショッドのクラスを始まります。一体デート書いてください。皆さんちょっとメモしてください。いつ3月の起用とは終わり、これ1月の17日、17、OK、それから3月は21日、時間はいつも2時から4時、同じ。それから4月は20日、4月はあります、18日、4月18日、また後でないですから、それも必要です。4月18日、それからまた6月、6月は20、それから8月は皆さんどうですか？15は22日方がいいですか？お盆いつですか？8月のいつからいつまで？15がお盆。OK。OK。それで22日。これ8月の22日。それから10月の31日、それから12月19日、19日、これ見えないです、皆さん見えない、後ろ見えないですよ。上から見えます。下、12、10、12、they cannot see。How many times? 1, 2, 3, 4. 7 times. Okay. It will be 7 times. Nana.で、これ見えます？そちらが出します？大丈夫？あ、ジャンワリー、マーチ、エプリル、ネネンモ、パメーナイ、シクス、セブン、エイチ、で、テン、トゥエル、セブンタイムス、セブンタイムス。Okay. Let it be like that. Okay. 皆さん書きました？ Can I also write this, Maharaj? What? This will be sent to Mr. Chan. That is another time. But he is not necessary. A homepage will come. Homepage. So time, Niji Kara, Yoji Madhya.May is difficult. May, June.
So, May 9th, to それから4th。May 9th, June, July、長いですから、1回そのままで作ります。OK。Almost. My Bhagavad Gita の第4章の曰くの話ですと、それの関係で、それ、ヤッギャについて、我々いっぱい、ヤッギャは何でしょうか、儀式、それから火をつけて、火を吸って、それも儀式、ホーマ、それ説明しました。それからあなた皆さん覚えてますね、その儀式結構詳しいいっぱい説明やりました。例えば何の神様、何の目的、覚えてますね、何の目的でヤッギャン、普通の方法で自分のいろいろこれ世俗的な欲望満足することできないでしたから、できませんでしたから神様を喜ばせんで、それから神様の超能力力で、そう自分のいろいろ欲を満足することができる、その目的でした儀式ね。それ儀式神様、何の神様を喜ばせる、そのためにいろいろいました、インドラ、オグニ、ビシノ、ルドラ、それから神だけではなくこれ幽霊、それを喜ばせるの霊もありました。それから先祖、アンセスターズ、それのためにもヤッギャも行いました。それから何日、それも言いましたですね、1日 3日間、1週間、それもありました、長い。それから礼拝者、プロフェッショナル、プロフもなぜなら自分人自分の自分はそれ詳しいことできませんでしたから、そのプロフェッショナルパーソン、礼拝者に頼んでお金を出して、寄付を出して、それ家族者のためにそれやってました。モシュのためにですね、モシュ自分はできない、できませんでしたから、それを あなた見ることできないと前聞いてください、前場所ありますから、えどうぞ。うちにも隣、こっちも隣。うちにも隣。あ、じゃあそれで、どのようにそれのために火を作ります。それから何の種類の、いろいろ種類の火、それからマントラを唱えて神様を来てください、おいでください、それのマントラ、アバーハのマントラ、アバーハのおいでください、クルのマントラ、初体のマントラ、それから何のものをお供えします、それもいっぱい詳しいこと言いました。例えばお麦、グラディファイドバター、牛乳とヨーグルトを合わせて混ぜて、例えばソーマラサ、食物の一つとジュースみたい、それからお酒、
それから肉もいろいろをお供えしてました。それのためにお供えのために一つ秘策も必要です。秘策昨日皆さん行きましたね。昨日のおととい神社とお寺に行くときお水を使うのために必要でしたね。これ使ってます。それからすべては神のこれ火にお供えしてます。どうして火にお供えしてます？だからその火はそのお供えを運びます。ある神決めた神に運びます。それの関係で皆これを火にお供えしてました。まあ、今もしてます。それからその儀式の時いっぱいモントラを唱えます。そのモントラを発音と言葉完璧しなければいけない。一番最後ともう一つは寄付をあげなければいけない。オプセ、寄付とオプセ両方、それは儀式の一つ大事な部分です。例えば金、銀、動物、例えばメウシ、フク、土、いろいろ種類の寄付をあげるのがありました。それの中に何がみんな欲求の中に何が大事、何が大事の部分なんですか。一つは欲求カルタ。例えば欲求カルタ、例えばどなた、さっき言いました、これ喪主、喪主をやります。自分のために欲求カルタ、クライアント欲求カルタ。それから欲求クリア、そのが儀式、ヤギョクリア。もう一つはヤギョデーボタ。みんな儀式の神様があります。もう一つは何のヤギョサンカルボ、何の目的でヤギョやります。それです。それが四つの大事なポイントです。どちらがいい？こっちとこっち。こっち。これは OK です。チェックしてない。それからヤギが買った。それからヤギがクリア。それからヤギが。参加るさ。それから
Yajna Devata. Here, look at this. So, Yajna Karta. So, the second, you know, the Moshu.あらじも主よりも摂取の方がいい。摂取の方がいいと思います。クライアント。クライアント摂取。募集はフィネル、あのお葬式の時の。さっき前に皆さんそう話しましたから、何の言葉ですか、今度は。分からない。摂取です。摂取。摂取。前どうしてもしもし言ってますか。あ、じゃあ OK。摂取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 。OK、セシュ、ヤッギャカッターです。クライアント。それがヤッギャクリア、それが儀式ですね。で儀式、例えば、モントを唱えます。例えば、秘釈を使います。お供えします。で、みなりは、例えば、祭壇を作ります。で、祭壇のことありますね。それ、みんなは、ヤッギャクリア。これ、儀式ですね。もう一つは、ヤッギャサンカルパ。何の目的で例えばお金が欲しい、名声欲、それまた敵を殺したい、あとは子供欲しい、奥さん欲しい、旦那さん欲しい、みんなでいろいろ普通のいろいろ欲はありますけれども、さっき言いましたお坊さん本当の総員の中にもしありますと、その種類欲望のこと何もないです。その時本当は知識のために、神様に対する愛のために、識別のために、悟りのために、それを儀式やります。普通の欲望ではない。しかし必要です。それ一つは どうしてそれ言わなければいけない。儀式の時何の目的でやってます。そのモントロありますね。そのモントロ何の目的でその欲求をやります。それも絶対これ言わなければいけない。で、もう一つはヤギヤデーボタ。ヤギヤデーボタは例えば何の神様の喜ばせるのために、どなたのその神様のこれお供えします。そのも決めなければいけない。それが全ての儀式の中に、これヤッギャの中にそれ4つの部分がとても大事です。と先言いました寄付お布施、それもヤッギャクリアの中に入ってます。とヤッギャドクシナも書いてもあまり構いません。例えばヤッギャガクシナ、よく書きます。ヤッギャダクシナ、ダクシナの意味は寄付と惑星両方。ダクシナ、ヤッギャダクシナ。それでの例えば先ベイドの中の腰の中に2つ部分あります。ベイドの1つはギャノカンド、もう1つはカルモカンド。儀式の部分と知識の部分と、儀式の部分ほとんど皆自分の世俗的な願いの満足するためによくやります。知識の部分、知識のためにやります。いろいろやります。悟るのためにやります。束縛を解消するために、束縛を解消のためにやります。解放のために、束縛を解放のためにやります。下脱のためにやります。その種類人もよくやります。と同じヤッギャ、同じ儀式の目的で結果は全然違います。例えば
儀式の本当の目的は自分の本性を悟る、神様を悟る、真理のことを知りたい、その目的がありますと、その種類儀式も行えてもやっても束縛は出ない。一つ考えあります。もし悟りたいならその種類儀式をやめた方がいい。その種類カルマ儀式をいらないと、本当はそれではない。儀式は好きな人も欲望をしても問題ないんです。何の目的で欲望をやります、これが大事です。例えばお金稼ぎます。一つとても普通のエグザンプルですね。お金稼ぐダメではない。もし二つのポイントあります。霊的な見方でダメではない。一つは何の方法でお金を稼ぎます。土徳的、あるいは非土徳的。土徳的の方法でもしお金稼ぎますと平気、全然平気です。一つ、もう一つは土徳的な方法でお金稼ぎますけれども、どのように使います、そのお金、それが基準です。もし自分の家族のサポートのためにだけ、自分のためにだけお金を使いますと、それは本当は世俗的です。しかしそのお金を自分の家族のためにだけではなく、それがポイントです。自分の家族ももちろん必要です、サポートだけではなく、困った人のために少しお金使います。神様のいろいろお世話のためにお金を使います。関係ない人のためにお金を使います。その目的でお金を使いますと、その目的はこれは霊的になります。その種類やり方は霊的になります。何の目的で我々はいろいろ仕事します、それが大事です。ヨガも同じ。例えば普通の食事ね、皆さん食事、毎日毎日食事我々食べますね。と普通の人の考えで食事は一つ何ですか、霊的、そのことを考えないですね。食事を食べます、それは霊的、その考えないです。霊的の考えは何ですか、これ瞑想します、祈ります、礼拝します、聖典の勉強します、聖典のことを聞きます、それが霊的です。普通の食事の時、食事毎日我々はしますけれども、それが霊的、その考えないですよ。しかしその種類やり方も霊的になるの可能性あります、できますね、普通の、とても普通のやり方も霊的になるの、なるば、なる、できます。どのようにできます？それのために、ブラマーパナム、ブラマハビ、そのマントラありますね。で、皆さん見てください。前いっぱい説明しましたけれども、もう一回言われば説明します。なぜそれの薬業の関係あります。
皆さん第4章24節見てください。第4章の24節と、我々インドでそのモントラは我々食事の前それを食べてます。食事の前それをモントラ唱えてます。我々素因の中にいつも皆シブ素因の中にそのモントラを唱えて、最初唱えてそれはご飯を食べます。それはどうぞ皆一緒にブラムハールパノンブラムマハビブラムハールノブラムマナフタブラムマイバテーナガンタプリアブラムハカルマサマーナ。そのモントを食事の前唱えています。目的なんですか？それが儀式だけですか？伝統的な儀式だけですか？意味あります。目的あります。その目的は食事の時皆さん考えてください。何を考えます？と例えば秘釈ですね。秘釈、薬業の時秘釈があります。秘釈は例えば手は秘釈、手と例えば箸とスプーン、みんな合わせてこれが秘釈です。ホビー、例えばお供えのためのものですね。お供え、それは何でしょうか？これは食事、食べ物、飲み物、これがお供えのもの。わかりました？と食事考えてください。これがカレー、お好み焼きこれが肉、魚、卵、それしか考えないで考えてください。これはお供えのもの。ホビブラムハ、いますか皆さん？オンブラムハールパナンブラムホビ、見てます皆さん？ブラムアラパナンヒシャク、ブラムホビヒ、ホビはお供えのもの。例えばクラリファイドバターね、儀式の時バターはお供え物です。でこのケースのこの場合はと例えばいろいろ食べ物、飲み物、それがブラムホビー。それからどこに仏のお供え物、どこにあげます？どこにお供えします？火にお供えします。とこの場合火どこですか？お腹の中に火あります。それありますから消化できてます。と私のお腹に入れます、その考えないで、お腹の中に火あります、その火にお供えします。その考えてください。普通の人の考え何ですか？いっぱいお腹に入れます。お腹いっぱい入らないでみんな自分のお腹のイメージ出てますじゃないですか。お腹のイメージと、お腹のイメージしないで考えて、お腹の中に火あります。その火は神聖な火、それに私はその食べ物、飲み物を、それをお供えをお供えします。そのイメージ。それからどなた、例えば私は食べる人でしょ。で儀式をする人、で儀式をする人と、この場合は食べる人だ、私ですね。私はこれは儀式をする人で、食べる人は食べる人ではない、私は儀式をする人です。それからその感じ、そのいつもブラムハンについて食べながらブラムハンのことを考えます。つながっている状態、食事の時もしブラムハンにとつながっていますと、そのそれからブラムカルマサマーディナ、意味はブラムハンのことを主張して考えながらもしやります
今度はブラッマンのことを主張にしてもし食べます、結果は何ですか、ブラッマイバテーナガンテアビアン、それはブラッマンを悟ります、ブラッマンに行きます、そのが結果です。そのことを考えて、もし我々は毎日ご飯を食べます、そのご飯は普通の食事ではないです。それ本当は一つは霊的な実践になります。どうでしょうか、食事、普通の食事ではない、皆さんパーティーパーティーパーティー12月のパーティー1月のパーティー、皆さんイメージ、ああごっそいっぱいお酒出ます、肉出ます、その種類イメージ、その種類イメージでとっても接続的になります、欲望もっと増えます。それを考えないで今パーティーの時考えてください、パーティーのために行きません、ヤッギョのために行きますそうしますとパーティーの行くのやる気はなくなりますかもしれないその種類考えでパーティーに行くはね、もう OK、 もう行かないそのそれがバグワギタの助言です。何でもやり方、前私12種類ヤッギョのこと後で出ます、いろいろ種類ヤッギョ、それ一つケースだけで、一つエグザンプルだけで、食事、皆さん食事とても普通ですから、毎日何回も食べます飲みます、いつももしその種類考えますと霊的な実践の別の時間必要ですか、ないです。皆さんいつも文句は時間ない、時間ない、面接の時間ない、その文句はあまり無駄になります。そして毎日の全てのやり方、例えばコンピューターの仕事です、でコンピューターの仕事の時考えてください、あなたの手もブラッマンです、コンピューターもブラッマンです、コンピューターで作った仕事もブラッマンです、でその感じでもしその結果はブラッマンにお供えします。毎日の仕事をその感じでやります、それはカルマヨガになります。カルマヨガそうでしょ、神様につながっている状態で仕事をやる、神様につながっている、何でもそうしますと何も接続的と霊的分けること、分けません、いらないです、全ては霊的だけですですね。我々いつもは世俗的と霊的分けてますから矛盾出てます、混乱出てます。朝は私は霊的、オフィスに行くとき私はまた世俗的になってます、時代に行きますとそれは世俗的になります、また家に戻ってまた霊的になります、その考えはしますと矛盾になります。どこでも神様はいます、何でも仕事も神様の仕事です、ブラッマンの、その関係でさっき言いましたつながっている状態、 to get connected, connectedness 英語で connectedness, to get connected with Brahman or 自分の chosen deity 決めた神様、シヴァ、ラマクリシナ、どっちでも、その感じで毎日のやり方しますと、でそれは本当はみんなすべて霊的になります、それが世俗的、これ霊的、それはあまり区別しません。と普通の先のそれの例が普通の食事は食事ではない、それも霊的な一つのやり方です。 It is alsoA form of spiritual practice. 考えてください。そのもと。どうでしょうか。それバグワッドギターのそのこと。すべての仕事はヤッギャンです。
それのためにシンボルです。食事の前はあります。問題は我々いっぱいいっぱい国のいろいろ伝統いっぱいありますですね。伝統を一番最初は伝統の目的ありました。とっても高い偉大な目的、後でみんな目的を忘れて伝統だけを従ってます。それで何をそれ結果出てない、どうして結果出てない、分からない。その伝統の目的は何ですか、分からない。例えば皆さん一つは大きなエグザムと組織ですね。組織というなら日本で組織皆さんそうしてますね。なぜならこれ伝統ですから。でいっぱい人分からない、どうして組織です、組織の目的なんですか、分からないんです。と目的で理解しないで、目的を理解しないでもし真似するだけとあまり結果出てないです。やる気も出ない、結果もないです。とほとんどみんな伝統の問題はそれです。いただきます、ごちそうさまでした、皆さん口で毎日言ってますよ。で本当意味理解していただきます、ごちそうさまでした、本当理解して唱えてます。あ、口だけで、ほとんどみんな口だけではないですか、伝統ですから口だけでいただきます。そうしますと結果ないです。自分のみんな国の伝統とってもとても目で胸元はとってもとても高いです。 But we have to feel it といただきます。例えば I have received, isn't it? I have received. どこから received? 神様から I have received it と、その時からもし心もそのことを想像していただきました、そうしますと本当はそれも霊的になります。その考えない、伝統ですから口だけでいただきます、それではないですか。組織も同じ、伝統だけ、どうして組織必要です、説明もない、自分も理解ない、そして本当は真似するだけです。その結果あまり出てないです。そのお供えを先祖に行かないですね。亡くなった人にその種類お供えしたもの行かないかもしれない。なぜなら尊敬してそしてないですから。しなければいけない。それがいつも目的です。他の人批判します。他の親戚批判します。そしてやってます。尊敬はないんです、信じません、信仰もなし、尊敬もなし、やる気も知らない、目的もわからない、それ普通の状態ではないですか。今のいろいろ伝統どうですか皆さん、インドも一緒。そして私の言うことは、例えばバグワギタ言ってます。例えばその種類モントラ、さっき我々のブラッマー、このブラッマービー、そのモントラ口だけで私はありますとあまり意味ないです。ブラッマー、このブラッマービーと、ある種類を私もちょっと思い出しました。あるお坊さん、我々のそういうのちょっとお坊さん、ちょっと不思議お坊さんでした。とあるお坊さんとちょっと遅く食事のため遅いでしたから、お腹とてもこれお腹空いてあ、これペコペコ空いてる、それでとちょっと遅く来て、我々伝統はブラッマーパナブラッマービー、そのモントを唱えた後食べてください。もし皆さん一緒に食べますと。と一緒に食べてください。もし個人的で食べますと、それの時も前ブラッマーパナを唱えて食べてください。は伝統。そのお坊さんちょっと長いですね。ブラッマーパナブラッマービーブラッマーの力お腹とても空いてます。そしてオンブラッマーパナ何度か何度かそれこれエッセトラ何ですか？エッセトラなどエッセトラなどなど。オーンブロンマーパンなどなどですぐ食べる
わかりました。オーグロマールボロなどなどで始まります。その状態になるの可能性あります。滝松さん、そのお坊さんちょっとスペシャルでしたから。すべては伝統を本当理解して、どうしてその伝統を理解して尊敬と信仰を込めてやりますと絶対結果出ます。大事はすべてのその考え、すべてのやり方はやっぎょみたいです。ですね、一つ本当にヤッギョもあります。ヤッギョ儀式、しかしその儀式の本当の目的なんですか、その時だけではなく全てのやり方がヤッギョ、その考えてくださいですね。で、そのするヤッギョは特別の時だけやりますですね。で、助言のはバグワティの助言のはそれだけではなく全てのやり方はあなたのヤッギョみたいに、それを想像してください。そうしますとそれは悟ります。あ、それをしないと世俗的になります、束縛されます。と今はバガヴァッド・ギーターの中にそろそろ12個 types of 儀式、これその種類役業のことを今そろそろ話します。何？ファイブス。ファイブス。何ですか？25、皆さん見てください。25、4章の25節、どうぞ唱えてください。ダイバーメーバーパレヤッギャムヨーギーナパリュパーサテブラムハグナーバーパレヤッギャムヤッゲーナイボーパジョーバティ。それの中に一つはダイバヤッギャですね。それの説の中に二つのヤッギャのこと入っています。一つはダイバヤッギャ、例えばいろいろ神を喜ばせるのためにヤッギャやります。例えば言いました、インドラ、ボルナ、ミトラ、オグニですね、それの喜ばせるのために薬儀やります。一つ種類薬儀、ナンバーワン。でナンバーツー何ですか？ブラムハーグナーバパレイ薬儀、薬儀のイブパジホバティありますね。皆さん見てます。ブラムハーグ、それはこれは何でしょうか？とブラムハーは例えばこれ火です。とブラムハー、ブラムハーの火に自分の魂をお供えします。それ一つヤッギャです。ブラッマの日、ブラッマン。ブラッマンの日に自分の魂をこれお供えします。ですね。それを結果は何でしょうか？これ悟りです。といつもは、さっき言いましたね、いつもはいろいろ薬業の、例えば普通の薬業は、普通の薬業は物をお供えします。しかしそれだけで物をお供えしなくてもシンボル的な薬業もあります。例えば自分の魂をお供えと、魂は物ではないですよ。魂は純粋に意識ですから。としかしシンボルが大事です。シンボル、本当のシンボルです。
と一つはブラッマンの日に自分の魂をお供えします。それもヤッギャンです。例えばそれは何でしょうか。本当はギャノヨガです。ギャノヨガはそれではないですか。ギャノヨガはこれ自分の、例えばブラッマンと自分の魂、内なる自己は一つです。その考え、その考え、それ、その処理、ヤッギャの意味はそれです。ブラッマンの日に自分の魂をお供えします。それの意味は何ですか。ブラッマンと私の魂は一つです。その考えですですね。そのヤッギャの意味はそうです。次は何でしょうか。どうぞ、次、スロートラ、どうぞ、スロートラ、ディニンドリアンニャンネ、サンヤマグニシュジョーティ、シャバダディン、ビシャヤンニャンニャ、インドリアグニシュジョーティ。OK。で、それを中に、これ、一つは、これ、二つの薬業のそれの中に入ってます。今、ちょっと言葉を分けてますね。スロトラ、スロトラアディ、スロトラアディ、スロトラアディン、インドリアニ、アネ、サンヤマ、アグニシュ・ジュハバティ、シャブダ・アディン、ビシャヤン、アニア、インドリア、アグニシュ・ジュハバティ。それを分けて今説明しますね。みんな合わせて言葉ありますから、時々ちょっとわからない。と、ソトラディン、インドリアニ、アンネ、サンヤマ、アグニシュ、ジョーバティ、シャブダ、アディン、ビシャヤン、アンニャ、インドリア、アグニシュ、ジョーバティ。と、それは何ですか。で、一つは、これ、サンヤマ、サンヤマの抑制、抑制わかりますね。抑制、感覚と心を抑制する。と、抑制は一つ、例えば火ですね。抑制は火です。サンヤマと、それを、それの中に、例えばいろいろ、あ、例えば感覚からこれ戻して、感覚の対象から感覚を戻して、それにお供えする。それから、その種類、サンヤマの一つ意味は何ですか。さっき言いました、抑制するですね。もう一つ深い意味あります。そのサンヤマは何でしょうか。ディアナ、ダーロナ、サマーディ。それも意味もあります。サンヤマ。OK、これを消してください。これは。サンヤマ、それきれいでしょ、大丈夫ですか。それで、それの中、それはサンヤマ、その中に3つの部分があります。ダーロナ、ダーナ、サマーディ。
それの前、ちょっとポトンジェルのヨガスートラからちょっと説明します。ポトンジェルヨガスートラ、皆さん名前聞いたこと、参加者何人ですか？ポトンジェルヨガスートラ、多い、みんな。今ちょっと質問されますか？大丈夫ですか？それを中に心のこれ5つ状態あります。パトンジョリヨガスートラの中に何があります？言ってください。心の5つの状態、5 states of mind。 パトンジョリ was also great psychologist, very great, much more, much much deeper than the many of the western psychologists. So there are five states of mind.一つ心の状態覚えてます？皆さん何が違います。え、いっぱい伊藤さんが勉強しましたから。何がサイレント動揺、心、One is shift.シフトね、とても面白いです。心の、ね、5つの状態、1つはシフト。シフトは何ですか？意味、全然集中するできない、いつも落ち着かない、猿皆さん笑ってます。でもみんな我々の中にも猿も住んでてますよ。はい。猿見ました？皆さんちょっと観察をレディオオブザー、1秒ももう静かに座らない、生きている何が、目覚めたの状態、ホエニでスリーピングって違います。目覚めたの状態で1秒もあまり静かに座らない。時々同じ状態も、鳥の同じ状態です。鳥もいつもね、いつも動いてます、あれ見てます、動いてます。そう、我々のその種類心の状態も我々の例あります。我々時々その状態ありませんでした？ある時静か、ある時、例えば町の道に行く時、例えば渋谷に行くと、我々の状態はそれではないですか？シフト、あちこちあちこち見てます。ピカピカアドバタイズメント、音いっぱい、本当我々の心の状態は同じシフトです。その時自分ちょっと内省してください。それ理解できますね。我々の心の状態とシフト同じ、いつただその場所に行きますと、我々の心の状態は大体同じになります。シフト Too much here and looking here, these that、シフトです。主義は何ですか？ムーハ、ムーハ例えば何ですか？いつも寝てます、居眠りの状態、怠け者、それもう一つ心の状態です。動きたくない。ある人いつも動いてます、それは動きたくないですけれども、瞑想してないです。瞑想するできないんです。心も寝てます、体も寝てますですね。それがムーハ。時々我々その状態やります。何もやる気、何もない、ありません？
とても鈍いの状態ありませんか、時々、はい、very dull、 鈍いの状態、皆さん考えないでください。我々のその状態はない、それではない、時々我々も同じ状態に入っています。我々はですね、とモーラ、モーラはさっき言いました鈍いの状態、怠け者の状態、居眠りの状態で、もう一つ種類、心の状態です。もう一つは何ですか？ビッグシフト、ビッグシフト、ビッグシフトは何ですか？時々集中できます、時々静かです。シフトはいつも落ち着かない。あ、ビッグシフトは時々落ち着かない、それがビッグシフト、それは我々の本当同じ状態ですですね。で、ビッグシフトのその時、時々瞑想と神様の祈りできます。時々この2つの状態で瞑想全然できない、祈り瞑想無理です、心のその状態の時で。ビッグシフトはその時、その心のその状態の意味なんですが、ある時落ち着きます、ある時落ち着かない、心のその状態がある時瞑想できます。落ち着かないの時瞑想できます、祈りできます。ですけれども続きません、消えますね。瞑想できますけれども、祈りもありますけれども続きません、消えます、消えます、消えます。それがビッグシフトです。それは何ですか？イカーグロ、エカグラフントは容易瞑の瞑想の状態です。その時主張して長く瞑想できます。エカグラフですね。それから集中してできますが、接続的な対象についてではない、霊的な、霊的な対象、霊的なものについて主張して考えるです。それがイカグロ、心のイカグロの状態の時、主張して霊的なもの、霊的な手間を長く長く瞑想はできます。もう一つは何でしょうか？それはニルッド、そのエカグロの時さっき言いましたディアノ、メディテーション、ディアノは本当のディアノはできます。あ、ニルッドの時なんですか？サマーディできます。それが違います。サマーディですね。ニルッダの時サマーディ、サマーディは何でしょうか？例えばディアンの中に三つの部分があります。ディアン、一つはディアンの瞑想、ディアンの瞑想です。瞑想をする人、皆さんよく理解してください。瞑想する人、瞑想、あ、瞑想の対象、三つ、瞑想する人、瞑想、あ、瞑想の対象、 object of meditation、 the person who meditates、 meditation and the object of meditation、 それが ध्यान の中に三つありますですね。
で今サマーディは何でしょうか。とサマーディの中に2つサマーディがあります。一つはこれサンプラジナ、これサビージャサマーディ、もう一つはニルビージャサマーディ。और संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि तो समाधि आप कितना करें किसी में इसका कैसे इसका छुट्टी में इसका これ瞑想ですね。瞑想の中に一つは瞑想をする人、で瞑想、瞑想の対象、オブジェクトメディテーション。例えば自分の魂、内なる自己、神様、いろいろですね、瞑想の対象。魂、内なる自己、神様、ブラマン、それが瞑想の対象です。とサマーディの時、例えば2つ種類サマーディあります。1つ種類は、これ一つの、これ最初説明しますですね。これ瞑想、普通の瞑想の時、我々は別々その考え出てますね。もし瞑想のちょっと経験になりますと、皆さん経験ある人はちょっと分かります。と瞑想、例えば瞑想する人、瞑想、例えば実践する人、瞑想の時その意識はありませんか。で私は瞑想をしてます、あります。もし瞑想の時もし寝てますとその考え出ないもし瞑想の時寝ない とそのことを理解します。何が理解します。私は瞑想してます。何を瞑想してます。例えば神様を瞑想してます。その意識ありますはありません。普通ありますでしょ。普通の瞑想の時、私は座って瞑想してます。その意識あります。私は瞑想してます。それはあります。もう一つは私は神様を瞑想してます。その意識は普通の瞑想の時続けてます。その三つの。瞑想もし深くなります。私は瞑想してます。その意識はなくなります。何が意識出ます。私と瞑想の対象ですね。と普通の瞑想の時何ですか。ある時瞑想を集中して考え、別の時他のことを考えてます。普通の瞑想それではないですか。とそれの前もう少しちょっとあった方がベター。瞑想の前にもう一つあります。これダーラなんですね。瞑想はダーラですね。それもちょっとやった方がいいかもしれない。もう一つはダーラがあります。ダーラの名。ダーラは何ですか。俺いつも普通の瞑想を実践する人はいつも ダロナしています。我々は言ってますけれども、我々は瞑想しています。ダーナしています。本当はダーナではない。ダーナの前の状態で、一般的な人はダロナを実践しています。瞑想を実践していない。
瞑想は、まあ、瞑想だとダーノ。ダーノもっと主張して、長く主張して考えないと、ダーノはできないんです。と普通の人は何ですか、ある時ちょっと集中して考えます。またすぐ消えます。また神様のことを集中して、また消えます。別のことを考える。それではないですか、それがダーロナ言っています。ですね。同じ、例えば対象、霊的な対象、集中してある時間、少し時間、集中して考えます。また別のことを考えます。また戻りもまた集中して、それがダーロナ、その状態はダーロナ言っています。そしてもっと長く時間、長い時間、でもし主張して考えできれば、その時本当はダーノが始まります。ですね、その時ダーノ言ってます。長くなってからがダーノ。そうです。ずっと長い。それから、もっともっと その時、さっき言いましたね。と例えば、ダーノの時、ね、例えば私と私の瞑想の対象2つについて意識がありますけれども、もっと深くなりますと、私と私の対象とっても近くに来ました、とっても近いね、その考えでます、その考えもサマディ一つの状態、サマ一つの種類です。とって別の全てなくなります、宇宙はなくなります、私の環境なくなります、私体もなくなります、私意識ありますね、私意識わかりますね、体意識なくなっても私意識あります、わかりますね、自己意識、 OK、 それは自己意識は私、その意識、その時体意識なくなりますけれども、その意識もある続けてます、そのとっても精妙ですね、その意識はとても私ですけれども、とっても精妙私です、ね、肉体的体ではないです。例えばエゴだけ、私だけですね、私意識、分かるのはエゴ、自我、エゴの自我ですね、その自我、その種類意識だけと名称の対象とっても近い、それが一つサマーディのやり、サマーディの種類です。そのサマーディは何を言ってます、瞑想する人のとても精妙、ちょっと私は自己先言いますね、体意識全部なくなっても私は魂意識、そのぐらい意識あります、それとこれは瞑想なくなって、それもそれが2つあります、それは一つ言います、アサンプラグニャータ。アサンプラグニャータ。でその種類もその時も瞑想する人と瞑想の対象のとっても近いですけども、少しだけ近くても少しだけ違います、別々その意識が出てます。すみません、それがサンプラグニャータサマーディです。これサンプラグニャータサマーディ。それからもう一つ
種類サマーディがあります。これはアサンプラギャントサマーディ。これアサンプラギャントサマーディ。それが特徴なんですか。それ全部違いはなくなりますですね。みんな一つになります。瞑想、瞑想する人、瞑想の対象一つになります。それが一番高いはアサンプラギャントサマーディ。スラムキシュノはとても一つ面白い例を使います。皆さんハリケーンランタン知ってますか。ケロシンの油でハリケーンランタン、日本語で何ですか。ランタンで分かります。昔からあります。あります。皆さん英の時、これインドで我々田舎で普通使ってますけれども、東京でこれありましたね。これ東北の自然災害の時、災害の時電気はなかったですね。ロッドシェディング3時間たつ樹脂、朝3時間夜2時間3時間電気はなかったですね。ロッドシェディング、その時私はそれをこれある信者それを持ってました。これですね。そうハリケーンランタンと、ハリケーンランタンは何ですか。中はフレームありますね。火の炎。そう、炎あります。炎ありますけれども、外は何ですか。グラス、わかりますね。グラスの中に炎あります。と例えばあなたのグラスのとても近くに、もし行きますと、はっきり中の炎を 見てますでしょ。その炎から光も出てますだけではなく、あなたとても近くに行ってますですけれども、その炎とあなたちょっと真ん中何があります。グラスありますから触ることできない。これがサンプラギャントサマーディの例です。わかりますね。例えば中の炎は瞑想の対象です。神様です。 あなたは同じです。瞑想する人とあなた、アサンプラギャントサマーディは何ですか。グラスなし、あなたと炎を一つになってます。とその炎もちろんその光、普通の光ではないでしょ。純粋の意識で作った炎です。純粋の意識、ピュアコンシャスネス、プッシュの物質的な光ではないです。その処理炎、It's not just an ordinary flame. It's made of consciousness. それで一つになりますと何が、 It will not be burned. 焼けどしない。Don't be afraid. 怖がらないでください。もし一つになりますと、I'll be burned. それではないんです。Rather, your heart will be bloomed. 心の中の花は咲きます。The lotus of your heart will bloom. 心の花。花の心。心の花は咲きます。そうしますと全ての何が束縛を消えます。下脱をできます。絶対至福を得ます。全ての疑いはなくなります。でそれは何ですか。アサンプラギャント、これがアサンプラギャントサマーディ。あ、ニルビージョサマーディってもう一つ言葉あります。ニルビージョサマーディ、これはサビージョサマーディ同じことです。サビージョサマーディとサンプラギャントサマーディ一緒。
অসম্প্রজ্ঞাত তো নির্বীজ নির্বীজ সমাধি বুঝলেন তো সনত কি তো সাকি ইমাস তানে কোকরণ ইমা 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 ইমাস তো ধারণা ধ্যান সমাধি তো মায়ে কোকরণ ইসুসন যত ইমাস তানে ক্ষিপ্ত মূঢ়া বিক্ষিপ্ত সরকারা নানি ইমাস তা হ্যাঁ একাগ্র তো নিরুদ্ধ নিরুদ্ধন জোতাই মত কি সনসুরী সমাধি বা দেখিমাস নিরুদ্ধন কোকরণ নিরুদ্ধন জোতাই মত কি তো সাইস সবিকল্প সমাধি সে নির্বিকল্প সমাধি তো মহিতুৎসবা করে বা সবিকল্প সমাধি মহিতুষ্ণ কতবা ওনাজি বিষ্ণ কতবা বা আরিমাস সবিজ তো সবিকল্প সবিকল্প তো সবিকল্প সবীজ সম্প্রজ্ঞাত মিনা ওনাজি আর অসম্প্রজ্ঞাত নির্বীজ তো নির্বিকল্প ওনাজি দেশ তো বেদান্ত কাঙ্গায় দে নির্বিকল্প নির্বিকল্প সমাধি বেদান্ত কতবা আর ইয়োগা কতবা দে সম্প্রজ্ঞাত তো সবীজ আর অসম্প্রজ্ঞাত নির্বীজ কোন কতবা কাটতে মাস তো বেদান্ত চৈতন্য নাকানি সবিকল্প নির্বিকল্প সমাধি তাতে তোতাপুরী বা নির্বিকল্প সমাধি নে কে কে নারী মাস্তা শ্রীরামকৃষ্ণ বা নির্বিকল্প সমাধি রিহ আরিমাস সবিকল্প তো নির্বিকল্প বুঝলে তো ইয়োগ পতঞ্জলি যোগসূত্র নাকানি অসম্প্রজ্ঞাত সম্প্রজ্ঞাত সবিজ নির্বীজ ইতিমাস করে দেব বেদান্ত নাকানি নির্বিকল্প তো সবিকল্প সরে কত বাস কাটতে মাস ওনাজি আইডিয়া ওনাজি বেশ মিনাসান তো সরে ও নানি ইমা নানি ইমাস্তা হ্যাঁ ছোট সস্কিসান ইতি কোথায় সাই নানিগা তাতে মেহিস সবিকল্প তো নির্বিকল্প নানিগা চিগাই মাস ちょうどランタンの炎と、炎のガラスがあるようなニルビカルパは、瞑想する人と瞑想の対象が一つになっています。それが違います。ですから両方とても高いレベルの状態ですね。で今さっき言いましたね、サギヨマグニーシュジュオボティ、皆さん見てください。第26節、ソトラーディニニンディアンナンネ、サンヨマグニーショジオゴティ。と、一つ、それの中に、例えば、モドゥシュダン・シャロシャティ、その、主釈者の考えで、と、それも一つ、ヤギナです。例えば何でしょうか？26節、だじゅい、さっき読んでました。第4章の26節。第4章の26節に言ってますでしょ。と、ソトラーディニンディアンナンネ、サギヤマグニシュジオゴティ。と、例えば、一つ注釈は、意味は、これは抑制します。その意味。ですね。と、抑制は、非です。その抑制の非に、すべての感覚を、お供えしてます。それ一つの意味。しかし、モドゥシュダン・サラスサティ、とっても有名、さっきと前言います。その注釈書の考えで、深い意味出てます。その深い意味なんでしょうか？さっき言いました。これ、その種類。例えば、サンヤマ、サンギャなんですか？それみんな、ダヤノ、ダロナ、ダヤノ、サマーディ。合わせて、それは合わせますと、それの一つの名前がサンヤマです。ধারণা ধ্যান সমাধি আবাসেতে সোন জোতাই নো নামাই বা সংযম সংযম অগ্নিষু জীবতী।
その三山、それの中に、その種類、それが火、それの中に、すべての、何を備えします。ギャーナの感覚、例えば知識の感覚、それからカルミンリア、例えば、これ、行動の感覚、それからもう一つ何でしょうか、それ OK。それみんなそれを中にお供えします。その三つの出会いの、ダロナ、サマーディの三山に自分の感覚の期間いろいろお供えしています。それが一つは意味です。もう一つは何ですか？次は、シャブダーディン・ビショアナニョ・インディアグニシュ・ジョーゴディ。それ、感覚は、一つは、これ、火です。その感覚の火に、感覚のいろいろ対象をお供えしています。例えば、感覚の対象は何ですか？と、耳の感覚ですの。耳の感覚の対象は何ですか？音です。目の感覚の対象は何ですか？形です。ですね。と、いろいろ感覚にいろいろ対象あります。と、その種類感覚の日に感覚の対象をお供えします。それがもう一つ薬品です。大丈夫ですか？一つ一つ感覚は火みたいです。例えば、目感覚。目感覚の火に、これ、形対象ですね。目の感覚の対象。そのすべての形をお供えします。もちろん、これ、創造的ですから。と、もう一つは、耳を感覚でしょ。と、耳感覚の火に、耳感覚の対象は何ですか？音でしょ。それ、音をお供えします。と、その種類一つは、ヤッギャンです。で、次は何ですか？また、皆さん見てください。これ、どうぞ皆さん一緒に27日サルバーニンドリアカルマーニプラーナカルマーニチャーパレアトマサンヤマヨガグノジョーバティギャノディビデ。それの中、それの意味は何ですか？それから先の言いましたダヤナダロナサマーディ、そのそれ例えばこれ、サマーディの状態の時、ダヤのダロナサマーディの状態で、もし、サンヤマ、抑制できますと、それの中に、知識のすべての感覚、行動のすべての感覚、だけではなく、プラーナ、例えば、生命エネルギー、それもすべてをお供えします。それは、本当は、ギャノヨガの一つ大きな、これ最高の状態です。もう一つ言います。それから、ダヤノ・ダロナ・サマーディの結果で、
もし三山その状態にできますと、その状態が例えば火、それを想像して知識の感覚、行動の感覚と生命エネルギー、それすべてをその火にお供えします。でいろいろ、もちろんこれ儀式の一つシンボル的ないろいろ例ですね。ある種類、例えば どうしていっぱいその種類儀式をのこと言ってます。例えばある種類、これ預言者のためにその種類イメージはが楽です。だから実践する人の種類がいっぱいありますですね。実践する、例えば駆動者の種類がいっぱい、と例えば私のために何が想像が楽、何を想像して欲求が楽ありますけれども、別の駆動者のために何を想像してこれ欲求やりますが楽、それがみんな別々です。それのためにいっぱいその種類、これイメージをシンボルね、ヤッグのシンボルを使って説明しています。とちょっと難しいですけれども、私しかしバゴバッギターの中にそういろいろ種類の儀式がありますから我々は説明しています。あ、じゃあもう一つはちょっと、もちろんちょっと精妙ですから理解ちょっと難しいですけれども、できるだけ簡単な方法で説明しています。簡単な、それからもう一つは儀式は何ですか。これ28見てください。28どうぞ。ドラッバドラッバヤッギャンスタポヤッギャンヨーガヤッギャンスタタパレスワッディアヤギャンヤッギャンシチャヤタヤサンシタプラタハ。それからこれそんなに難しくない。とそれの中に、それの中に三つのヨッガのことが入ってます。一つはドラッビヨッギョン、もう一つはタパヨッギョン、もう一つはな四つもう一つはヨガヨッギョン、もう一つはサッダヨギャナヨッガ。もし言葉をちょっと分けますと見てます。ドラッビヨッギョン、ドラッビヨッギョン、タパヨッギョン、ヨガヨッギョン、タタアパレ、スワッダヨギャナヨッギョン、チャヨタヨサンシタブラタ。その中に先ほど四つのヨッギョのことが入ってます。一つはドラッビヨッギョン、タポヨッギョン、ヨガヤギャン、スワッダヤギャナヤギャン。と、ドラッバヤギャン、例えば何ですか？それが簡単です。例えば、いろいろものをお供えしています。例えば何ですか？ドラッバダン、ドラッバが本当はものです。と、このが特別な、これ、ものが特別な意味なんですか？と、特別な意味なんでしょうか？一つは、プルタ、イシタとプルティ。とそのドラッビョダーナ、そのドラッビョが本当は荷物ですけれども、荷物をあげる、でその言葉の意味ですけれども、こっちは特別の意味でその言葉にも使ってます。とドラッビヤギョン、とドラッビヨッギョンは先ほど言ったように、いろいろ荷物と物をあげる、荷物ではいろいろ物をあげる、寄付が送る。それは例えばお金をあげます、寄付をされます。例えば服をあげます。それ普通の意味ありますけれども、これこのケースの時ちょっと特別な意味があります。例えば何ですか？イシタとアポルタ、
この二つはラッビアです。アポルタ。とアポルトは何ですか？アポルトは例えばこれ皆さんの例えば巡礼者ピルグリムスと例えばインドでいっぱい巡礼の場所ありますね。と巡礼の場所を昔皆さん歩いてきました。巡礼の例えば四国もそれぞれなんです。ほとんどそれ巡礼者の楽のために道を作ります。それから木を植えます。時々とても暑いですから、そ木に向かってちょっとこれ休みます。あそこの木の果物あります。果物を食べます。お腹の空いた時だけで例えば池、でそれからポンド、井戸、池作ります。向こうに行ってどうして皆さん沐浴します。それもします。それがだけではなく食事の場所、フリー、お金かからない。それもシステムあります。インドであります。結構向こうでお金かからない巡礼者向こうに行ってこれ向こうからこれご飯をもらいます。で時々とても少ないお金かかります。時々お金かからない。でみんなそれは例えば何ですか。これアポルトです。わかりますね。道を作ります。みんな他の人の助けこれ A のためお世話のために、例えば巡礼者のお世話のためにその種類というものを作ってますね。道を作る、例えば木を植える、例えば池を何がDigging the pond, huh? Horu. それか池を掘る、pond. 池を作る。で池を作ります。例えば食事の場所も準備します。それみんなはそれかドロッビーヨギョの一つの中にはこれがオプルトです。ドロッビーヨギョと。それからイシュトは何でしょうか。例えば困った人にこれ助ける、困った人の助ける、例えば服はないの人は服をあげる、例えば食事はないのと食事をあげる、とその種類これ問題困った人に助けます。それからもう一つは暴力何もしない、それもその中にあります。それがイシュトとアポルト、それがドラッグヤギョンですですね。とドラッグヤギョンです。それからそれをもちろん自分のためにではない、他の人のために。と役業の一つは先言いますが、アイディアは自分のためにはない、他の人、例えば他の人の意味なんですか。自分のものをサクリファイス something なんですか、あげる。例えば前の役業の中に神様、自分のものを神様のためにあげる。でこの場合は困った人のために、巡礼者のためにあげる。そうあげるのセンスがないと役業ヨッグはこれヨッグヨッグをできないです。と絶対自分のものをあげる、それはヨッグの中に入ってます。ある時神様のために、ある時困った人のためにですね。それヨッグの中に絶対そのことは入ってます。それから次は何でしょうか。例えばタポヨッグありますね。ドロップヨッグタポヨッグとタポヨッグは何でしょうか。と例えばギ、例えば、ペナンス、例えば何ですか。スキー、皆さん行きますね。満月数と何が反対？満月数？新月。
新月と例えば、まあ、最初1日から15ですから15日かかりますですね。と一番最初の日、例えばこれはこれ結構ご飯食べますと、それは多分考えてください、16 part と次の日は15 part と、次の日はそれから一つ部分15 part の1 part 減らせます。と third day また3つの部分を減らす、わかりますということ、だんだん食事の量だんだん減らします。わかりますね、食事の量、食べ物の量、スキーの何が、あ、それでエクスプレイン。スキーの何が、スキーの満ち欠けに。で、減らせます。そう、減らせますと、一番、例えば満月の時、その日何も食べない。あ、また、次の日から、また、だん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 増やせます。そうそう、それが一つは儀式、それは国業です。わかりますね、そうだんだん減らせます、あだんだん増やせます。仏像がそれではないです、仏像毎日量が同じではないですか、ですね、それが一つはやり方です。わかりますね、で最初はゆっくり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 本当の仏像の量、ね、仏像の毎日の量の同じ食で同じ食べ物の同じ量は、スキーの何がモーメント、何がスキーの満ち欠けで、だん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 増えます、あだん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 のは減らします。理解できました、うん、それも一つはこれ苦行ですですね、わかりました、その感じでだん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 増えます、だん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 減ります。 できましたか、分かりませんね、分かりました、皆さん大丈夫ですか、えスキーの道かけ、何が道かけに合わせて道が合わせて食事の量はコントロールします。スキーが満月になっていくときに、食事の量を増やす、そうそう、どっちでも、最初はどっちでも、ただ最初は1日から始まります、たぶん1日からとっても少ない、あ最初少ない、一番少ないで、だんだん増やします。でまたフルになって満月の後から次の日からまた減らせます、減らせて一番なあるある時何も食べない、その感じ、そうそう、で1月にその感じでこれ繰り返し繰り返し、月のその暦に合わせて、そうそう、それを繰り返して繰り返しします。それを結構もちろん食事のコントロール、その感じでしょ、我々はその考えないで、我々毎日は同じ状態でしょ、ね、量が同じですから、それはそれ例えば何回も食べない、1回だけ食べますと同じ感じで食べます。それも一つはいろいろ釘をいっぱいいっぱいやります。で一つはこれはチャンドラヤマ言ってます、チャンドラヤマ、チャンドラがスキーです、とチャンドラヤマの言ってます、チャンドラヤマブロトラ、それからその種類儀式もあります。それが一つがヤッギャです。はい、いいか、何もフィニッシュ。 Now next day 次の日、我々はヤガヤッギャとサッダヤギャの日が次の日説明します。で今ドラッベヤッギャとスタポヤッギャ、そこまでやりましたけれど、 OK、 ありがとうございました。Thank you.